はい、チャオ、亀岡です。今日はですね、9月の22日ですね、えー、木曜日からの注目株、注目銘柄は今日ちょっと省略をしますけども、いよいよですね、FOMC の発表がありますので、えー、それを控えてですね、日本株がどうなって、 どんな未来を描いていくのかっていうですね、私の短期の相場予測ですね。こちらの方を解説していきたいのと、気になる金融と経済とビジネスの動きですね。えー、こちらを、まあ、詳しく、まあ、見ていきたいなと思っております。で、まずはね、えー、今夜いよいよターニングポイントというか、えー、勝負の 時ですよね、えー、ここまで私はですね、えー、日本株27,500円を割って、下落トレンド入りをですね、再びすると。なので、この後後,後半で見せますけども、現金保有率と、あとはね、えー、維持率ですよね、えー。余力を残してありますよということで、えー、まあ私のですね、講、えー、座内容を 皆さんに公開しながらですね、今そのシナリオに基づいて、着々とですね、準備を続けてきました。もちろんですね、コメントの中で上がってしまったとかね、このまま強気トレンドが継続したらどうするんですかっていう質問もあったんですけども、それはそれでスルーするっていうことですよね。相場の予測が外れてしまったらですよ。 わざわざそこを追いかけないっていうことがやっぱり大事で別にですね、えー、その勝負を捨てればいいわけですよ。マージャンやってる人だったらわかる通りですね、常にいちいちそういったところで、えー、勝負にまた再び出ないということですよね、えー。その勝負は捨てて、えー、次のまたね、えー、戦いの中で大きく勝てばいいわけですから。こういった考えですよね、えー、そのペラントレースを私たち戦っているわけですから、野球のね、140試合ですが、すべてにおいて、えー、勝とうと思ったら基本的には、えー むしろ負けが込んでしまったりとか、投手が疲弊してしまったりとかね、いろんな悪い条件が重なって、結局敗退に次ぐ敗退を重ねてしまいますよね。やはり捨てる勝負は捨てると、潔く諦めるということが大事で、なら皆さんのね、コメントに、それしたらそうしたりスルーですよということを話してきましたが、今のところですね、私の予測がですね、当たってですね、まあそれがいい悪いは別にしてですよ、27,500円は割ってきたので、いよいよですね、まあ速攻 この後はですね、後輩当株であったりとか、あとはね、えー、V 字回復を遂げそうな、まあ、そういった業績相場の中で、えー、上がっていきそうな銘柄に絞り込んでですね、えー、まあ買っていきたいなと私個人的には思っております。ただ、明日ですね、えー、日本株がどのぐらい大きく下げるかによって変わってくると思います。これについてもですね、えー、後半で詳しく述べていきたいと思っております。もちろん、まあ え、下がらない可能性もありますからね。えー、その確率的なところですよね。何割の可能性で上がって、何割の可能性下がるのかっていうところも、まあ、エンタメ的に聞いてもらいたいんですけども、まあ、せっかくなのでね、私の個人的見解を述べたいなと思っております。なので今日はね、えー、340円ぐらいですかね、日経平均を大きく下げまして、まあ、FOMC のね、えー、結果公開を控えて、リスク回避のね、えー、動きが重なったということになっております。まあ、今夜、 0.75かな。まあ0.5の可能性もありますけども、どちらにしてもその2ラインで、えー、どっちかが選択されるんじゃないかなとは思っています。まあに、米国株もね、先物を見ましたけども、今のところ下がっていますが、こちらですね、えー、先物をマイナス42ポイントを安ということで、どうなりますかね、一応日経平均の先物は2万7000円をタッチしてますので、仮に2万7000円を割ってくるようなことが、 明日あればですね、かなり心理的には、えー、まあ悪い地合になっていく可能性があります。もちろんですよ、まあ利上げの幅がですね、0.5、ないし0.25ってことはないと思いますけどね、これで材料、悪材料出尽くしということで、上がってしまう可能性もありますからね。まあ、こういう時は、まあその明日を待つということも大事ですよね。そんなに大きく、まあ今勝負をしている人って少なくともこのチャンネルで、えー、まあ私のね、シナリオを,を描いている 中でですね、私がシナリオを描いている中で、神岡さんの意見も参考にしようと思っている人はね、コメントを見る限り、そんなに大きく勝負に出ていないんじゃないかなとは思っていますが、まあこういう時はね、まあ待つも相場ということでじっくり攻めた方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ上がっちゃったらどうするんですかってまたあるんですけども、上がったらスルーですから、まあその勝負は捨てるということですよ。諦めるとかね。 え、後悔するにはね、捨てるんですよね。捨てるってことがすごく大事な考え方になりますね。ちなみにそういったメンタルコントロール法についてはですね、たまたまここにあるんですけど、株メンタルね、すべてこの、どういう時に勝負を防ぐかとか、どういう時にね、えー、自分のメンタルをコントロールして、そういった、まあ、いわゆる、 勝てる投資家のマインドを手に入れていくかっていう、そのプロセスも全部解説してありますので、まあ興味がある方はね、書店でペラペラめくってみてください。ということでね、それ以外の私のですね、まあ今気になる経済のニュースであったりとか、じゃあ明日どういう動きをするかっていうですね、その予測シナリオをですね、これから述べていきたいと思っております。結構重要な話をしようと思ってまして、勝てる投資家になるためのですね、そういった思考法ですね、それから戦略、思考的な、まあその一つのね、 えー、手法論みたいなところを手に入れられるんじゃないかなと思っておりますので是非ご期待くださいということなんですけどもその前にですねこの番組では 最近はですね、午前中までに世界のニュースであったりとか、こういったメンタルコントロール法のですね、詳しい解説、それからまあ、おすすめの書籍などですね、文字情報でもお届けしています。まあ、これやっぱ午前中はですね、動画どうせも仕事中撮れないので、もう最近はツイッターみたいな形で、どん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 、このコミュニティのところですね、えー、文字情報として皆さんにお届けしていますので、気になる方はね、こちらの方も覗いてみてください。誰でもね、えー、無料で見れますので、よろしくお願いします。 ということでね、えー、こんなニュースも出てきてますね。まあ、警戒感が高まっているのと、まあ、メディアのポジショントークがね、飛び交っているということになります。まあ、YouTuber もそうですけども、基本的にはね、センセーショナなにね、えー、伝えた方が注目を集めやすいですし、まあ、メディアとしてもですね、えー、まあ、閲覧数が伸びるというのがあると思います。そうした中で、えー、ルービーにですかね、えー、これは、えー、結構、テクニカルアナリストかなとは思いますけども、 もちろん僕知らなかったですよ。ルービニ氏っていう方はね。ただこういうニュースがあったということで、えー、米国は長く厄介なリセッションへと株はね、えー、一時40%下落もあってもおかしくないっていうですね。えー、こんなニュースが出て今日いました。まあ、40%下落がここからあるかどうかっていうのは別にしてもですね、もうすでに20%幅でね、大きく下がってますので、この後40%下がると60%か。まあ50%下がったとしてもですよ。えー、仮にですね、10%をまあ、 えまあ、足し引きしてですね。まあ、それでもリーマンショック近くの下落幅になるので、相当大きなね、調整が来るんじゃないかということをこのルービーにしは言っています。まあ、どちらにしてもですよ、えー、下落トレンド、まあ、ベアマーケットが続いてることには今のところ変わらないので、やはり警戒は非常にしといた方がいいんじゃないかなと思います。仮に明日上がってもということになりますよね。どういうことかというとね、この後話しますけども、 今日もね、チャンネル登録者向けのコミュニティの方で、えー、文字情報をお伝えしたんですけども、投資で勝つために一番大事なこと、その26ですね。これ100までいったらね、えー、まあこの100を全部まとめた本でも出せたらいいなとは思っているんですけども、結構すぐいっちゃいそうですね。えー、この文字情報をね、皆さんにお伝えするようになってからまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけどもね、もう26ですか。まあ、100まではとりあえずやりきりたいとは思っているんですけども、今日皆さんにお伝えしたのはね、コントロールできないこともたくさんあるけど、 コントロールできるところではもっと頑張れるはずとはずだと。これビジネスでも投資でもね、どちらでも通用する内容ですけどね、その気持ちの切り替え、視点や視座こそが、えー、結構ね、えー、大事かなと思います。このね コントロールできるところに集中をしていくってことですね。そしてコントロールできるところでもっと頑張ると、踏ん張るっていうことですよね。これをどうつけていけるかと、その気持ちの切り替えをですね、これは結構大事になってくるんじゃないかなと思っております。だってね、えー、この世の中で一番自分が自分をコントロールできる,できるわけですよね。 自分が一番自分をコントロールできるわけですから、そこに集中していくってことが何より非常に大事になります。これは投資だけではなくて、ビジネス伝播でも。 言えますよね上司がとかね、会社がとか、環境がとかね、教えてもらってない。大体うちの新人でも言いますよね。それ教えてもらってません。みたいなね、まあ、確かに周囲のね、環境とか上司、親ガチャとか最近流行ってますけども、もちろんそういった影響は誰しも受けますよね。そもそも生まれてそ,その瞬間から全ての、ね、人々はスタートラインが違うわけですからね。片親しかいないとか、ね、お金がね、親がないとか、塾に通わせてもらえないとか。 いろんなね、条件の中で、えー、自分よりも100メートル先にいる人もいれば、1キロ先からスタートする人もいるわけですよね。まこれが当たり前の世の中なわけですからね。ただ一方でですよ、アフリカとかね、今のウクライナとか見れば、自分よりも3キロ後ろからスタートする子供たちもいるわけですから、そんなこと言ってもキリがないわけですよね。だったらその差を縮めるためにどうするか。今、自分のね、コントロールできる範囲、つまり自分自身にしっかりと、 目を向けてそこで踏ん張って頑張れるかどうかということになりますでこう、今日これを伝えたかった理由はですね結局こういったまあ、FOMC を控えてですね大きくレバレッジをかけてしまった人とか大きく塩漬け銘柄をね何もできずに損切りできずに損を抱えてしまっている人それからですね、えー、まあ今 急騰してる銘柄が、えー、急落をし始めてますよね。なんだったっけなメモっとけばよかったんですけども、ね、それもちょっと動画にしようと思ってね、えー、次のスライドを用意してあるんですけども、その銘柄を買ってしまって、えー、ね、高値掴みをしてしまった人とかって、いろいろいると思います。まあ、どちらにしてもですよ。結局、自分に負けたということになりますので、もう一度自分自身を見つめ直して、えー、勝てる投資家になるためにね、何が足りなかったのかということを反省して改善して、 再びですね、えー、その足りないところを埋めていくことが大事ですよね。これがコントロールできる自分にしっかりと目を向けて、えー、成長させていくということになりますよね。これを、例えばね、あの YouTuber が言ったとか、ね、あのメディアにね、えー、騙されたとか、まあね、えー、そんなことを言っていたら結局コントロールできないところばかりにですね、目を向けてしまうことになりますので、ここが非常に大事かなということになります。それからですね、FOMC を控えてどうなるかわからないと。こういったところで、 どう自分をコントロールするかっていうことも大事ですよね。まあ、株メンタルがそういうことをすべてね、えー、書いてる本なんですけども、別に本を読まなくてもですね、まあ、これいったところをね、解、え、説、ー、まんで私が話せますので、基本的には、えー、読まなくてもすべてマスターできるように、この動画の中ではしていきたいとは思っています。別に印税当てにしないですから、もちろんね、えー。ただまあね、体系的に学びたいっていう人は買ってもらった方がね、す、え、べ、ー、てがそれが書かれてますのでいいのかなとは思っていますけども、あとはね、 じゃあ明日以降どうなっていくのかっていう、この今日のね、本題、メインテーマについて話していきたいと思ってますが、ここも非常に大事な話をしたいなと、実は思っています。今僕のじゃ心境はどうなのかっていうと、まさに、まさにですね、シガニー・ウェーバーのね、シガニー・ウェーバーであってますよね。えっと、まさに同じ心境ですよね。エイリアン2でシガニー・ウェーバーはね、この連れ去られた女の子ですよね、を助けるために、ちなみにですよ、 我が子じゃないのに助けに行くっていう、まあ、勇敢ですよね。確かコロニー、宇宙船、宇宙コロニーの中でね、唯一の生き残りですよね、他の親とか、えーねえー、仲間とかね、みんなエイリアに、えー、まあ殺されてしまった中で、えー、この少女だけは生き残って、彼女は結局それをね、もう一度エイリアに連れ去られてしまったので、まあ、どうなるかってことはね、もうすべて分かってるわけですから、エイリアに。 がね、子供をさらったということは、助けに行くわけですよ。まさにそれと同じ心境ですよね。どういうことかというと、怖いわけですよ。焦りもあるし、ね、えー、恐怖、迷い、それから後悔ですよね。本当は行かない方が助かると。だってもう宇宙船が来ていて、逃げようと言われてるわけですからね。それを振り切って、待っててほしいって言って、まあ別にこのネタバレでも何でもない、これも20年以上前の映画なのでね、ぜひ見てもらいたいですけども、それを振り切って、ね、助けに行くわけですからね。

早くなるっていうね。まあそういったまあ演出がされてるんですが、あれも上手いですけどね、えー。まさにその心臓の鼓動と同じような、まあそういったメタファーがされてるんだと。比喩表現ですね。されてるんだと思いますが、まあそこでたどり着くのがっていうのはちょっとさすがにネタパイなので、言わないですけど、最後の大ボス、ラスボスがそこにいるわけですけども、まあエイリアンシリーズ僕はすべて見ましたけど、エイリアン2がまあ最高傑作、まあピークなんじゃないですかね。シガニもね、含めてね。 もう本当に一番、まあ、美しいって言いますかね肉大。肉体美も含めてね。まあでも本当に FOMC、良い明日、明日って言いますかね。今日、今夜、す、え、べ、ー、てが出ていると思いますし、明日その、ね、結論に至った動きを、ね、日本株はしていくと思いますが、まさに皆さんの心臓、そして警戒感も、ピッ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 ピて今夜夜、ね、夜に近づきにつれ、高なっていくと思いますが、そうした中で自分自身をしっかりとコントロールして、 どうしていくのかということを決断していくということが大事ですし、まあ今言わされてもあれなんですけども、この動画では何度も伝えてきた通り、じゃあどうするかというのは、もうこの今日までに終えておかないとダメです。あの、事前準備が9割なので、これもビジネスも投資もね、同じです。僕はね、会社経営も20年間、投資はね、24年間やってますけども、えー、続けていますので、まあ大体僕が話してることって、まあビジネスでも経営でも、まあ投資でも 活用できる内容なんじゃないかなとは思っています。まあ全部重なってますからね。結局はね、経営だって、マーケティングだって、他人の領土を奪うっていう行為ですし、株式投資もね、他人から富を奪うっていう行為ですので、まあ似通ってるところが多いんですよね。まあそういった意味ではね、えー、もうここまでで本当は終えておかないといけないです。準備であったりとかね。ただ、今日できなかった人はね、次でまたできるようになればいいので、 まあそういったことをねしっかりと向上させていく。 という方向、ベクトルの中で、えー、この動画をね、ちょっとでも役立てばなぁとは思っております。で、僕の場合はね、この動画で話した通り、えー、現金保有率、そして余力を高めてきましたので、まあ、僕は4講座を動かしていますが、まあ、楽天証券の場合は今、えー、1億9000万ぐらいかな。で、武蔵証券で1億5000万。そして、えー、SBI ネオトレード証券で1億5000万。これが、ね、SBI 証券で、まあ、動画くらいですかね、1億ぐらいから1億5000万ぐらいですね、えー、余力がありますので、 まあこれをですね、えー、この FOMC の後ですね、えー、自分の簡易タイミング、エントリータイミングが来たときは、えー、繰り出していきたいとは思っています。それ以外にですね、気になるニュースをちょっとだけ見ていきたいんですけども、えー、ロシアですね、えー、石油ガス部門に増税検討ということで、ますます欧州危機、そしてドイツの苦しい、ねえー、立場というものが、えーまあ まあ、そこに追い詰められてしまうということになりますよね。ロシアはね、今非常に財政難になっていると言われてますし、戦費の調達が厳しくなってきてますよね。そうした中で、えー、まあ、自分たちに歯向かう、えー、欧州に対してですよ、こういった増税をかけるということを、ねえー、言い始めてると。一方でね、おそらく、えー、他のですね、進路的なですね、欧州の 加盟国もありますので EU 加盟国とかねハンガリーとかになりますけどもオーソリーもね中立をやや保っていますあとはフランスをね揺さぶっていくんだと思いますねフランスっていうのは結構なびきやすいっていうその国民性がありますからね特徴があるっていいますかね、まあ、例えばね、えー、ハンガリーとかオーソリーに対しては、えー、その増税をかけないみたいなねそういったアメ、えー、とムチをね、えー、交互に使い分けて懐柔、えー、していくんだと思いますけども まあ、どっに対しては増税をかけるってことになると、まあ、さらに厳しい、まあ、経済ですよね。リセッション入りをするんじゃないかと言われてますけども、追い込まれるということになります。それからですね、このウクライナ東部と南部でですね、ロシア、編入を問う住民投票を行うってことで、まあ、えー、フランスのマクロン大統領はね、こんなパロディだと言ってますし、ゼレンスキー大統領もね、雑音でしかないって言ってましたけども、まあ、ここでやるっていうね、ロシアのまあ、本性ですよね。表してきたかなと思います。まあ、えー、 入をね、えー、一軒,一軒住宅にトントンって、えーの、銃を抱えた軍隊がね、訪問して、あなたはロシアの返入を賛成しますか、賛成しませんかってことを、まあ、銃を突きつきながら、まるでね、大日本帝国の憲兵のようにやるっていうことなので、それはイエスって言いますよね。子供がいる家庭だったらなおさらのことですよ。どこに連れてかれるかわからないのでね。まあ、こういうことをね、えー、ロシアはやって、そのね、同活をしていくと。そして、えー、自分の領土な,ど領土なので、えー、そこに対してね、えー、さらなる、うまあ、 まあ、増兵もするってことなのでね、徴兵をさらに繰り出してですね、やっていくんだろうということになると思います。まあ、ロシアはね、こういうことを、まあ、えー、ジョージアでもやってますし、アルゼバイジャンでもやってますし、えー、日本でもね、えー、北方領土でもやってますよね。まあ、たまになんかね、ロシア寄りの発言、多い人が結構いるんですけども、別にそれはそれでいいんですけども、日本がやられてきた、ね、北方領土でのね、えー、まあ、侵略であったりとか、 あとはね、えー、満州での出来事、それから今までも続くね、えー、不法占拠などを考えれば、到底ロシアのね、今やってる、全く同じことされてるわけですからね、えー、ウクライナとかもね、まあ、賛同しにくいとは思うんですけども、その歴史を知ってるのかなっていうことが一つと、アメリカも同じことやってるじゃないかっていうね、えー、沖縄とかね、えー、あとは、えー、横須賀とかに対してという意見もあるかもしれないんですけども、少なくともアメリカと日本は正面切ってドンバチやりましたからね。まあ わかりやすく言うと、喧嘩的には大麻を張ったわけですよね。まあ、イギリスとかもいましたけども、オーストラリアとかね。まあ、それで負けたわけですよね。ロシアっていう、まあ、当時のソ連ですけども、ね、不可侵条約を結んで、横からかすめ取ったわけですからね。それを破ってですよ、約束を保護にしてね。まあ、それとは全く違うかなと思うんですよね。まあ、それの辺の知欲であったりとか、屈辱とかね、今でも侵略されてるってことを本当に 分かった上でね、えー、その、かすめ取られたってことを肯定してるのかなって、どうしても思ってしまうけど、しま,いますけどね。まあ、その辺がね、えー、まあ、僕の感情ですけども、まあ、最後にですね、えー、まあ、ちょっと余談が続きましたので、チャートの方を見ていきたいんですけども、えー、27,500円ですね、これを下回ってきましたので、いよいよ2 7,000円みたいなこともね、明日以降、下がるようなことがあればですよ。 あるかもしれないですねその場合は、ベアトレードが強く、また支持されますので、えー、26,500円とか、場合によっては2 6 0 0 0円まで下がっていくっていう可能性もあります。まあ、下がらなかったらどうするのかで下がらなかったら、下がらないって試合の中で戦える範囲で戦えばいいだけの話なので、えー、スルーするっていう戦略もあるということですよね。まあ、そこはもう冒頭の繰り返しになるので、えー、同じことは言わないですけども、ただもちろん反発する可能性もあるので、まあ、明日ですね、えー、皆さんなりの シナリオをしっかりと組み立てて、えー、戦っていくと。そして準備を終えておくと。まあ、少なくとも今夜中にはね、えー、準備を終えておくってことが心の準備ですよ。整えておくっていうことになりますね。整えるってこういうことですね。えー、整えておくってことが大事かなと思いますね、まあ。また下がってベアトレード、ベアマーケット入りするんだったらね、また2万6000円と2万7000円のね、レンジを繰り返す可能性もありますし、まぁ、あ、言うた2万4000円まで僕はあると思って。 えー、整えていますので、戦略をね、えー、それはそれでチャンス到来ということになるんじゃないかなと思っております。では、今夜、僕はまあ寝ちゃいま、寝て、だいたい夜中で相場を見ることはないですけども、しっかりと見守っていきましょうということで、今日は以上です。高速で。